二つの DNA 塩基、グアニンとシトシンの水素結合による、対合二つの DNA 塩基、アデニンとチミンの水素結合による、対合分子生物学において相補性とは、二つの構造型外に、鍵と鍵穴の関係にあるような関係性を意味している。自然界において、相補性は DNA の複製や転写の際の基本原則であり、相補的な塩基体の形成によって、 細胞は情報を次の世代へコピーすることが可能となり、配列中に保存されている情報の損傷を見つけて、修復することも可能となる。二つの核酸素の間で見られる、相補性は完全な相補性から、全く相補性がないものまで様々であり、相補性の程度によって、これらの配列が結合した、際の安定性が決定される。さらに、 DNA 修復など様々な調節機能が塩基体の相補性に基づいて行われている。塩基体の相補性の原則に基づいて DNA 差と RNA 差のハイブリッド日本鎖を形成することも可能であり、CDNA ライブラリーなどの現代的な生物工学のツールでこうした性質が利用されている。相補性の多くは2つの異なる DNA。 RNA 差の間で見られるものであるが、配列内部に相補性を有する配列では、自分自身と相補的な結合を行って折りたたまれた構造を取ることも可能である。二つの逆平行な DNA 差間の相補性左、DNA 二重螺旋を形成するヌクレオチドの塩基体。A と T の間には二つの水素結合、G と C の間には三つの水素結合が形成される。右、 二つの相互的な DNA 差。相互性は、拡散塩基、グアニン、シトシンの間の相互作用によって達成されている。アデニンとグアニンはプリンであり、チミン、シトシンとウラシルはピリミジンである。プリンはピリミジンよりも大きい。どちらも異なるタイプの拡散塩基とだけ塩基体を形成する。拡散では、塩基は水素結合によって結びつくが、水素結合は、 アデニンとチミンの間、グアニンとシトシンの間でのみ、効果的に機能する。相互的な塩基体 A イコール T は2つの水素結合を持ち、GC 塩基体は3つの水素結合を持つ。他の核酸塩基の配置は、すべて二重螺旋の形成を阻害する。DNA の2本差は逆の方向を向いており、逆平行と呼ばれる。DNA、または RNA の双方差は、 核酸塩基の相補性に基づいて構築される。核塩基体 A イコール T と GC はほぼ同じ位置を占めるため、立体的な歪みが生じることなく DNA の二重、螺旋が形成される。核酸塩基間の水素結合も DNA 二重、螺旋を安定化する。二重螺旋を形成する DNA 差の相補性によって、一方の鎖をガタとして利用して、 他方を構築することが可能となる。この原理は DNA 複製に重要な役割を果たし、遺伝情報がどのように次の世代へ受け渡されるかについての基礎をなしている。相補性は DNA の転写でも利用され、DNA の異型から RNA 差が生成される。構成などの DNA 修復過程も相補性に基づいており、 相互的でない拡散塩基を除去することで DNA 複製の際のエラーを修正することができる。一本サる DNA は相互的な DNA、または RNA と容易に結合しハイブリタイゼーションを行う。この原理はポリメラーゼ連鎖反応などの一般的な実験技術の基礎を成している。相互的な配列を持つ2本の鎖はセンス、アンチセンスと呼ばれる。 一般的に、センス差は転写される DNA 配列、または転写によって生成された RNA 差である。一方、アンチセンス差は、センス差に相補的な鎖である。配列内部で相補性を示す RNA 配列はヘアピンへとフォールディングする。自己相補性とは DNA、または RNA の配列が折り返されて二本差に似た構造が形成されることを指している。 配列のどの部分が自己相補性を示すかによって鎖はヘアピンループ、ジャンクション、バルジ、インターナルループを形成する。RNA はグアニンとウラシルの間の結合など DNA では見られない塩基体が形成されるためこうした構造を形成しやすい。転写された遺伝子配列中に存在する相補的な拡散配列は塩基体を形成する。こうした構造は 自然界でも一般的に見られ遺伝子サイレンシングなどの調節機能を持っている。アンチセンス転写産物はコーディング配列に相補的なノンコーディング RNA である。ゲノムワイド解析によってアンチセンス RNA は自然界で一般的に生じていることが示されている。これらは遺伝暗号のコーディング能力を増大させ遺伝子調節に 新たな複雑性を加えるものであると考えられている。これまで人ゲノムの40%が双方向に転写されることが知られており、逆方向の転写の重要性が示唆されている。センス転写産物とアンチセンス転写産物間の相補性領域は日本リア RNA ハイブリッドを形成し、遺伝子調節に重要な役割を果たす可能性がある。例えば、皮膚 1α と ベータセクレターゼのメッセンジャー RNA は双方向に転写されており、アンチセンス転写産物がセンス転写産物の安定化因子として機能していることが示されている。細胞内でのミナの形成と機能、ミナは転写される遺伝子領域に相互的な RNA 配列で調節機能を持つ。現在の研究からは体内を循環するミナは新たなバイオマーカーとして利用できる 可能性が示唆されており、疾患診断での利用の有望性が示されている。ミナは、調節遺伝子に由来するより長い RNA 配列から形成され、ダイザーなどによって切断される。こうして形成された短い鎖は、RNA 誘導サイレンシング複合体に結合する。そして、転写された遺伝子のメッセンジャー RNA 相補性を利用して結合し、 三つの方法で遺伝子のサイレンサーとして機能する。一つ目は、リボソームの結合を阻害し、翻訳の開始を防ぐことである。二つ目は、結合したメッセンジャー RNA を分解することである。三つ目は、ダイサーが作用する二本サリ RNA を形成し、より多くのミナを作り出すことでより多くのコピーを分解することである。セルナは、ミナと似た機能を持つ。 セルナは異なる RNA に由来するが、ミナと同様な目的を果たす。これらの配列の短さを考えると、相互性の規則は選択された標的を非常に得意的に認識できることを意味している。核塩基の位置ごとに4つの選択肢があるとすると、ミ・セルナの2022塩基で1012通り以上の組み合わせを作り出すことが可能である。 人ゲノムの長さが31億円期体であるすると、各、皆がゲノム全体で偶然に一致するのは一箇所だけで、あることを意味している。相補性は DNA や RNA に存在する情報を一本の鎖に保存することを可能にする。異型さから相補さを決定することができ、逆に CDNA ライブラリーからは異型さを決定することができる。 ミスマッチが存在する配列の簡略表記法、相互差を早く読み取るための表記法が開発されている。CDNA ライブラリーは発現している遺伝子のコレクションであり、遺伝子の同定やクローニングの際に有用な参照ツールである。CDNA ライブラリーは RNA 依存性、DNA ポリメラーゼを用いて、メッセンジャー RNA から DNA の 逆転者によって構築される。この過程は DNA、RNA 間の相補性の原則に基づいている。ライブラリーの最終産物は日本のサリ DNA であり、プラスミドへ挿入される場合もある。CDNA ライブラリーは現代の研究において強力なツールである。体系学において配列を表記する際、二つのうちのいずれか、や三つのうちのいずれか、 を意味する IUPAC 表記法を用いる必要がある場合がある。IUPAC 表記法の R は Y と相補的であり、M は K と相補的である。W と S は相補的ではない。W と S はヌクレオチドが相補的なパートナーと対合する際に用いる水素結合の数を示しており、パートナーは同数の結合を持っていなければならない。 特定の一つのヌクレオチドを除去したコードは、そこで除去されたヌクレオチドと相補的なヌクレオチドを除去したコードと相補的となる。例えば、V は B と相補的となる。特定の文字を拡散の表記に用いることで、例えば、グアニンを B、シトシンを Q、アデニンを N、チミンを U で表記すると、テキストをひっくり返すだけで、 相互的な DNA 配列を作ることができる。バックンはひっくり返すと U 文句となる。アンビグラムを用いた表記は、回分配列などの相互的な拡散配列の可視化を容易にする。通常のアスキーやユニコード文字ではなく、カスタムフォントを用いることで、この特徴はより明確になる。ありがとうございます。